どうも、つろぎです。今回もマインクラフトやっていきたいと思います。というわけで今回はお菓子の風車を作っていきたいと思います。まずは 9×9 の面積を用意しておきましょう。今回は正方形ですね。で、まずは角にダークオークの木材を置いていきます。なので7個間を空けるっていう感じですね。で、角に置いたら、次はこの間にダークオークの階段を並べていきます。7個置いていくっていうことですね。今回は一応リクエストをいただいたので、風車ということにしたんですが、まあ、お菓子をやりたいという自分の願望もあり、まあ、リクエストに沿っているのかっていうのはちょっと怪しいので、まあ、またおいおいちゃんとした風車もまた別で作ろうかなと思いますね。で、まずはこの外ができたので、中身を多くの木材で埋めておきましょう。まずは土台を作っていこうということです。よし。これで土台が完成ですね。で、次は多くの木材の上にダークオークの原木を3個。等間隔で置いていきましょう。今回は正方形なので全部の面が一応同じ見栄えにはなるのかなということですね。よし。まあこれ松でもいいっちゃいいですね。でも木材を今回ダークオークメインで使うので、まあ、ダークオークの方が集めやすいのかなという部分はありますね。で、全部立てましたということで。で、真ん中入り口の部分は繋いでおきましょう。ここに入り口を作るよということですね。で、原木同士の間を戦力岩の塀で埋めていきましょう。これで若干、まあ若干ですね。凹凸が少しは入るかなということで、ブロックよりかは塀の方がいいかなと思いますね。よし、これで全部埋めたと。で、まずは正面に戻って、まず入り口を今回は先に作ろうということで、鉄のドアを使っています。あんまり使わないので。で、木のボタンを、まあ入り口の操作がてら真ん中に置いていきましょう。この木のボタンは多くで今回やってますが、まあ何でもいいっちゃ何でもいいですね。石でもいいし。で、こんな感じですね。で、これで1階部分というか土台ができたので、上に円錐というのか、そういうのがだいたい風車ついてるので作っていきましょう。上に戦力岩を並べていきましょう。足場と模様入れっていう感じですね。まあどういう理屈なのかわかんないけど、風車ってだいたいなんか円錐みたいなのボコッと乗っかってるから、まあ、そういうイメージして作ろうと。で、今度はダークオークの原木の上に戦力岩の塀を2個積んでいきましょう。で、今度はこの上にダークオークの塀じゃなくてフェンスを2個置いていきましょう。よし、これで1階部分の完成っていう感じですね。今度は足場を作っていきましょうということで、ダークオークのハーフブロックを上付きで張っていきます。ちょうど下側が戦力岩が見えるよみたいな、一本模様が入るよみたいな感じで置いていきますね。
で、正面戻って、1マス1マス、左右1マスずつ開くような感じで、またダークオークを足していきましょう。こんな感じですね。1マスずつ開けてっていうことで。まあ、花びら風というか。よし。で、もう一回同じようなことで、左右1マス開けて、ハーフブロック、置いていきましょう。これが次の土台になるよということですね。よし。で、今度は今置いた場所に、外側はダークオークのフェンス、置いていきましょう。よし。で、そしたら角っこは外側からフェンスをつないでいきましょう。で、さっき足した戦力眼の塀のフェンスとつながる感じですね。内側でやっちゃうと、まあ、帳尻が合わなくなるので外側からつけるといいですね。で、今度はフェンス、今張ったフェンスの内側にハーフブロックを並べていきましょう。ダークオークのハーフブロックですね。まずは3個ずつ置いていきましょう。で、そしたら斜めの場所も1個ずつ足して、まあ333みたいな感じの石型を作っていきましょう。よし。で、3マス置いた場所に多くの木材を4つ積んでいきましょう。これは白樺でもいいですね。で、上と下はつなげて、下はつなげて、窓枠ですね。4つ積んで、上と下はつなぎましょう。よし。で、今度はこの無理やりつなげるというか斜めの場所はダークオークの木材でつないでいきましょう。同じ感じで4つですね。このつなぎ目の斜めの場所を足していくっていうことですね。これで少しずつ円錐っぽい感じのものを作っていこうという感じですね。よし。で、正面戻って真ん中の隙間にガラス板を貼っていきましょう。このガラス板はお好みの色で大丈夫ですね。今回は久しぶりに普通のガラス板にしてみました。自分は白を使うことが多いですね。で、正面から見て左右の手前のダーク多くの木材の場所に多くのトラップドアを貼る感じですね。正面から見てですね。一応全部貼るっていうのは多分できないので、正面から見た場所だけ模様として入れておきましょう。よし。で、今度はもう一段足していこうということで、内側に1ブロックずつ足して足場を作りましょう。このブロックは何でもいいですね。後で削ってもいい場所なので、何でもいいですね。土でもいいですね。
で、今作った足場の上に下と同じ感じで多くの木材を4つ積んで、上と下はつなげて窓枠を作りましょう。こっち側も4つ積んで、よし。で、上下はつなぎましょう。今回は正方形なだけあって、同じことをずんずん繰り返していく感じですね。よし。で、間の斜めの場所はダークオークの木材を4つつないでいきましょう。積んでいきましょう。まあ、パターンは同じですね、下と。よし。で、こんな感じになりましたよ、ということで、このオークの上、大き点にダークオークのハーフブロックを置いていきましょう。下付きですね。よし。で、次は隙間にガラス板を貼って窓を作りましょう。これ意外と忘れんだよな。よし。で、今度はダークオークの木材の場所ははしごで装飾しましょう。まあ、はしごでもまあマッチするかなということで。まあ、正面から見てっていうルールで同じようにできますね。まあ、旗使うとかの模様入れも面白いんだけど、僕から見ると旗とフェンスじゃないけど、あれは消えちゃうから看板は。で、また同じ要領で内側に1ブロック足しておきましょう。これは足場用ですね。なくても作れるよっていう人は作らなくてもいいですね。で、最後の段ですね。多くの木材をまず1ブロックずつ足しておきましょう。ここを少し丸っぽい感じで作り上げようという感じですね。仕上げましょう。で、このオークの上にダークオークのハーフブロックを置いていきましょう。で、真ん中は開けておこうっていうことですね。よし。で、ハーフを置いたら、次はこの開けた真ん中の場所は階段ブロック、ダークオークの階段を置いていきましょう。よし。で、今度は多くの木材の上にダークオークの木材を一段置いていきましょう。もうこれでラストスパートという感じですね。よし。で、今度はこのダークオークの木材の上に多くの木材。まあ、交互にこう筋が入る感じにしようと。よし。で、今度は、この今置いたオークの上に、ハーフブロック、ダークオークのハーフブロックを置いていきましょう。で、真ん中は開けておきましょう。で、開けといた真ん中の部分に、今度はオークの階段を置いていきましょう。これで若干四角四角を紛らわそうということですね。で、内側をオークの木材で、埋めていきましょう。よし。で、あとはダークオークの木材を十字風にというか足していきましょう。向かい合う感じで。これが頂点ですね。で、まあ木材埋めてハーフブロックを上に置いて、これでてっぺんですと。これでイチョウの塔みたいなのは完成ですね。で、左右の場所にダークオークのトラップドアで一応飾り付けをしておきましょう。正面の部分はなくていいですね。よし。で、こっから風車ということで大本命の羽を作っていきましょう。で、今回の羽は十字風ですね。
この多くの階段の下から樹皮を剥いだ多くを6個足していきましょう。ちょうど6ですね。で、短すぎると下とかぶっちゃうので長い方がマシです。で、フェンスを、ダークオークのフェンスを十字に側面に全部足しておきましょう。じゃあもう一個足して、こう T の字みたいなのを作っていきますと。で、ここを2個足すと。よし。まあ、モースモースモースみたいな、こんな感じですね。よし。これを右と左も同じ感じでやっていくっていう感じですね。1個足してっていう感じで、1個足して、上と下足して、で、2個足してですね。よし。まあ、羽の付け方いっぱい色の種類あるんだけど、まあ、今回は一番簡単な感じにしたいというのもありきで。というのも、風車を作ろうと思ったきっかけがお菓子の時もそうだったので、で今回はお菓子のフェンスじゃなくて多くのフェンスを3個積んでいきましょう。足していく感じだね。で、左右全部つなぎましょう。そう、だからそう、何を言おうと思ったんだけどな、風車、そう、風車、風車、風車ってずっと考えてたら、まあ、サシャってあるじゃないですか、お菓子の。なんか語呂が似てんなということで、まあ、サシャをイメージした羽を作ろうということで、こういう感じの色合いにしてみましたということですね。こっちも3つですね。よし。まあ、あんま売ってないよな。で、この上にも、多くのフェンス、2つですね。2つ分。だから332みたいな。だから羽としては割と長めっちゃ長めですね。まあでも、こういう十字の方がわかりいいのかなという部分があり。よし。これを鉄のフェンスにしてもまあいいだろうし、いろいろやりようありそうですね。よし、あと1個。これで1枚できましたね。で、今度はこの支柱の部分にダークオークのフェンスを側面全部足しちゃいましょう。よし。で、もうちょっと、サシャ感というか出したいなということで、この色を変えて裏から貼っていく感じですね。ダークオークの部分はオークにして、オークの部分はダークオークっていう感じでもう一枚足して、厚みを出して、もうちょいサシャ感出していきましょう。よし。まあ一応簡単にこう街並みも少しずつ作り始めたので、お菓子の街にしましょうという感じですね。よし、これで完成じゃなくてもう一枚ありますね。下が多分一番つけづらいですね。ダークオークですね。ここが一番突っかかりポイントだから、ここは大変かなっていう。だ、羽は最後の醍醐味だから、やっぱ最後につけたいなというのもありますね。よし。と、これで完成ですね。というわけで、お菓子風な風車、完成しました。今回はサシャ風ということで、こんな感じの十字の羽にしてみました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、リクエストもあればお願いします。ではまた。